はい、皆さん、こんにちは。あいちゃんで来てる、今回グリーンです。はい、グリーンのグリグリケイちゃんです。何を言ってるんでしょうね。別に、あの、理由があってグリーンを着てるわけじゃないんですね。まあ、あの、ちょっとね、洗濯の順番みたいなところあるものですから、えー、たまたまグリーンが空いてましたということで、グリーンを着てるだけなんですけども、えっ、ー、とね、この動画はですね、一応土曜日に流す予定で、今現在、実はね、金曜日の夜に撮ってます。えー、ちょっとね、土曜日もね、またいろいろやることがあって、えー、土曜日のね、 土曜日中にはこの動画を上げたいなと思ってましたので、ちょっと金曜日の夜にね、急遽撮っている次第です。でですね、はい、えーとですね、もうあの皆さんご存知の通りですね、例のね、陳情書、えー、ニューヨークのですね、キャラクターフィットネスの協会、もしくは、えー、全米のですね、放送協会、アメリカンバーアソシエーションの事務局に出すですね、陳情書、出来上がりました。出来上がりましたので、 えまあ私のサインとあとは篠原さんのサインのですね連名を持ってですねえまあ向こうのね事務所の方に最初メールして書き留めでも送りますというような状況になりましたでですねあのその内容に関してはですねあの私もですねえお話しできる限りにおいて皆さんにもこういったようなね内容をつづりましたよというようなことをねお伝えいたしますでね えー、この動画を皆さんご覧になっているときは土曜日だと思いますけども、えー、実際はですね、えー、日曜日だから皆さんにとっては明日ですね日曜日にねうんちょっとね1本で,で全部収まらないんじゃないかなっていうあまりにもちょっと内容多いんでねなので多分ですね2本に分けると思いますというのもね大変申し訳ないんだけどあのここがね持たない多分あの一人ずっとですね えー、喋ってるとですね、まあ、おそらくは20分、30分超えちゃうと思って、えー、ちょっとね、私のタイの先生にも怒られちゃうし、ちょっとね、あの、多分喉が持たないと思いますので、おそらくね、え、キャラクターフィットネス用はこれ、で、アメリカの放送協会用にはこれ、内容ね、えー、違いますからね、それに関してちょっと、各々ね、別の動画を作って、日曜日に、えー、まあ、2本ね、配信するような形になるかなというふうに思っております。 えー、なのでねちょっとそれはそういれで日曜日にね是非、えー、また明日ですね、えー、お楽しみにしておいてもらえればなっていう感じです。でですね今回の話題なんですけどもまあこういったようなね、えー、その陳情書を作る中でねそれこそね過去の えと例えば文春だとか新潮だとかねあるいは女性週刊誌とかっていうようなことにやっぱりこの週刊誌報道だとしてもですねやっぱりちゃんと取材をしてるわけですよというようなことで今回のその陳情書の内容の中でもですねまあ例えば文春のこういったようなことが記事でありましたと報道されましたっていうこともねまあ一つのね、えー、エビデンスになりますから当然つけておりますでですね今回お話しする内容はやっぱりこんなもん出てきてるよってことでね その陳情書の説明をする前に皆さんにお伝えしようと思いました。でね、これがね、2018年のね、5月。えー、2018年5月24日号の週刊文春にこんなのちゃんと出てるじゃねえのみたいな感じですよ。話は何かというとですね、KK、えー、息子の例の一橋大学院の学位に関してです。でですね、これ文春の記事の内容はどういうことかというと、 要はですね、その一橋大学院のね、実際の同級生じゃありませんけども、同期の桜だったような人がこんなことを言ってるとかね、それこそ一橋大学院の関係者がこんなことを言ってる。なおかつ、経営庁長の関係者は、KK、えー、息子がどういう勉強をしてるかってこんなことを言ってる。っていうようなことで、こう言ってのはね、今3社ぐらい言いましたけど、すべてこの記事に書いてあることをね、全部これから紹介しますけども、 どう考えたってですね、例えばですけど、例えばですけれども、早稲田大学の法学部出ました、慶応大学の法学部を出ました、というような法学学士の、を持つようなですね、卒業生が学んでくるような、その過程と全く違うでしょうっていうことがね、よくわかるというような、そういったインタビューの内容が書いてあるわけですよ。で、ちょっと早速ね、紹介していきますけどね、例えばだけど、 KK、えー、息子のね同級生が語るってことでこれ一橋大学院のね同級生なんですけどえっ、ー、とですねどういったことを言ってるかというと学生の中には大企業の経営企画に関わる人もいますが一方で転職を、えー、繰り返して自分探しのために来ている学生が多いのも事実です。 すなわちどういうことかというと、さっきも言いましたように、例えばですね、東京大学の法学部を出ているような、要は法学学士を取得しているような学位というかね、そういったような過程と同じものですか、全然違いますよって話なんですよね。今言いましたように、企業課税の仕組み M&A についての法律、すなわち、経営、企業経営に特化した ようなところで必要なその法務知識を学ぶっていうためのこの国際企業、えー、何でしたっけ国際企業戦略研究科を卒業したっていうだけなんですよそれは卒業した瞬間にね名前が変わってますけどねまあ、そこら辺はまたね明日は詳しくお話しますけどねまあそういったようなねインチキも重なってるとでなおかつ今言ったように同期生の方がこんなこと語っててとてもじゃないけどね じゃあ同じ一橋大学のね、法学部を出てるようなね、その法学学習を正式に取った人と同じね、えー、ことを学んでるんですか全然違います。というようなことだとか、あとはね、えっ、ー、とですね、経営部長の関係者がこんなこと言ってたっていうことで、要はね、経、え、営、ー、息子が通う経営ホームコースは、 弁護士を目指す学生が行くところではなく、ちゃんと言ってるよ。もう一回言いますね。弁護士を目指す学生が行くところではなく、どちらかというと企業の法務関係の仕事をしている人のためのものですから、KK、えー、息子が将来弁護士になれるというわけではありませんって、ちゃんと言ってるんですよ。刑務所の関係者、2018年時点ではね。 2018年の5月ですから、まだ KK 息子が実際に F 大に留学をする前ですね。F 大に留学するということがまだ分かってなかった時の話です。で、一橋大学院の、えー、そのね、国際企業戦略研究科で勉強してる。でもこれは今やね、あの、KN チの関係者が意味じくも自分で言ってる通りですね。弁護士を目指す学生が行くところではないって言ってるわけですよ。 <laughs> 言ってるわけでで自分でね <laughs> でそういったようなことだとかねあとはねえー、あとはね例えばねこのね修士論文まあ一応ね、えー、この経営法に関する修士論文ということで、えー、題名がですね経営息子が書いた修士論文直接投資に関する法制度と政策の比較、えー、そして日本の制度設計への影響 これって法学部のねえ学生がその過程を学んでですねえ出すようなその論文の内容に似てる全然違うよねさっきも言いましたようにこの直接投資に関わるような実際の 例えばね、日本の企業が例えばアメリカの企業に直接投資をするためにね、例えば株式を買い付けるとかってそういったような話だよね。全然違いますよね。例えばこれ一般的な民法がどうだとかですね、商法がどうだとかですね、税法がどうだとかってなんか出てくる全然出てこないでしょっていう話ですよ。で、そういったような論文を KK 息子は書いててね、えー、そういったような、これなんか全文ね、英文で書いてるらしいんですよ。 で、分量は60ページに及ぶというとね、そういったような分量らしいんですけどね。まあ、そんな分量なんかどうでもいいや。問題は中身だっていう話でね。で、えー、まあ、そういったような中で、意味軸もですね、一橋大学関係者もですね、この KK 息子の論文を、に関してこんなこと言ってるっていうことで、またこれもあるんですよ。 要はね、論文のテーマになっている直接投資とは、海外企業の株式を取得したり、海外に工場を建設したりして、事業展開することを指します。はい、これがですね、法学部を、というか弁護士を目指すようなね、えー、その弁護士の卵の人が学ぶような法律ですか。全然違うね。もう完全にその経営に特化した。しかも、一般の民間企業の事業戦略に伴ったような、この経営法でしかないですよね。 さっき言った M&A に関してもしっかりっていう話です。要はね、えー、そういったようなことも言っているというようなことで、今言ったようにね、経務庁の関係者も言っている、人須橋大学院の同期生も言っている、挙句の果て,果てに、ね、挙句の果てにですね、人須橋大学院の関係者も言っている、みんなに、ね、言っているわけですよ。弁護士になるような勉強をしているわけじゃないって言っているわけですよ。にもかかわらず。 えー、F 大の LLM に、えー、入学できた KK 息子これは何ぞやった話ですねで L L あの F 大の LLM のですね実際の入学要件もきちっと書いてありますその、えー、国におけるね弁護士資格を有しているもしくは法学学士の資格を持っている人じゃないと LLM には入学できないなんで入学できてるのというようなことがこのね えこれ週刊ね、あの、昨日ちょっと言ったんですけども、定期購読ね、あの、オンラインでの定期購読をご覧になれる方は、このままね、えー、今言ったですね、2018年5月24日後、それこそね、KK 息子って、ね、検索すれば出てきます。というような話なんですね。まあね、これだからね、今言ったように、えー、18年の5月でしょ、要はですね、 KK 息子が F 大に留学するというようなことが発表される前なんですよね。前でただし一橋大学院で国際企業戦略研究科に通っていた昼間は王総合法律事務所にで仕事をしていたっていうような。 ことなので、さっき言った経営の庁関係者だとか、一橋大学の関係者だとか、それこそ同級生の人がね、いや、これはね、法律、弁,あの弁護士になるための法律じゃなくて、あくまでも経営法だよ、みたいなね。だから結局ね、MBA なんですよ。経営学収支なわけですよ。経営法の収支じゃないんですよね。というようなことです。で、こういったようなことに関してですね、今回のその、 陳情書においてもですね、これはあの日本の弁護士の方で篠原さんのですねまあ顧問弁護士の方だと思いますけれどもそのかなりですね有名な弁護士の先生というようなことなんですがしっかりとですね意見書をね書いていただきましてでその内容もですね 今私が申し上げましたように KK の息子これはねあくまでも法学学士に関わるもしくは法学修士に関わるような過程を修了していないすなわち LLM に入学することこれがね、えー、不正に行われているすなわちこれでパスはできていない故に最終的に、えー、先日行われたニューヨーク州の司法試験の合格という点に関しても無効であるというの意見書をね書いてもらいましたのでそれを単純に英訳してですね 出すというようなことにななりますとというようよことでですねまあその陳情書の話はねさっきも言いましたように明日の動画でねお話しさせてもらいますけども、えー、その話をする前にはねやっぱりこういうようなことが F 大の、えー、実際のですね留学が決まってそれがアナウンスされる前の週刊誌報道では 今回は文春の記者の方がですね、しっかりと一橋大の関係者、経営の庁の関係者、そして一橋大の同級生にそれぞれ取材をかけて、ちゃんと皆さん、口、まあ、それこそ口裏を合わせるようにじゃないけどね、同じこと言いね、幾同音で言ってるわけですよで。これは弁護士になるための資格じゃないって言ってるわけで、意味くもね。そういったような記事もあるわけです。っていうことですね。はい、えー、ということです。 今回ちょっとね、ぜひね、えー、この陳情書の、ね、内容を説明する前に、このね、文春の記事皆さんにご紹介したかったので、ちょっとね、今現在金曜日の夜に撮ってるんですけどね、明日はちょっと昼間ね、ちょっといろいろやることがあってね、なかなか動けないもんで、えー、土曜日中にちょっとこの動画を配信しようと思ったのでね、ちょっとね、急いで金曜日の夜に撮ってるような話です。 ということで、日曜日にね、まあ、おそらくはね、分けて2本になるんじゃないかなというふうに考えておりますけども、えー、陳情書の内容に関しては、話せる部分に関して、えー、細かい部分までね、話していきたいなと思いますので、ぜひご覧になってくださいというようなことです。本当にね、最後にね、ちょっと申し上げておきますけども、まあ、明日またいろいろね、話し,しますが、今回のこのね、陳情書、えー、2種類の陳情書を作っていただく上でですね、 本当にね、これね、私一人では絶対に100%できませんでした。というふうに私言い切れます。私もこういったような文書ね、私の場合には会計だとか税務とかね、そういった専門ですので、あの、どちらかというと、えー、会計理論に沿った、えー、そういった意見書だとかね、そういったようなものは経験ありますけども、今回のようなね、その法律に特化したような、 ものね、やっぱり文書の作り方だとかこういった単語を使うとか専門用語を使うとかねそういったようなことに関してはねやっぱりね、えー、今回のねその特にお世話になっているそのニューヨーク州の弁護士の方もうねあの10年以上ですねあのねとにかくですね敏腕弁護士がね え、揃っているようなニューヨークで、10年間以上も戦ってこられている方なわけですよ。えー、で、これは報道なんかでもね、お分かりの通りですね、まあそういったような弁護士のね、先生ですので、まああの、ご本人もね、別にあの、ご本人の報酬をね、勇気ありませんけども、えー、それこそね、数十万ドルね、年間でお稼ぎになっているような方なわけですよ。だからね、ただそういったようなことなんだけど、さっき言ったように、そのね、20枚から30枚ぐらいになるというようなね、 文章をですね、えー、もうねかなりの工数をかけて、えー、最終的にお作りいただきましたっていうようなことなんですね。なおかつちょっと知人のそのね、えー、英語がネイティブの方に最終的にあのそれこそ文法だとかねその文字の使い方文言の使い方とといったようなところをねネイティブの方にまでチェックをしてもらってそこまで体裁を整えて今回出すっていう話なんですよ。で まあ本当にね、そういったようなね、あの、もう10年以上ね、そういった厳しい社会でえ生きてこられている方なので、あの、これは報道なんかの皆さんね、ご存知の通り、そういったような弁護士の方に、例えばね、今回の陳情書を全くね、知らない別の、例えばニューヨーク州の弁護士のアメリカ人に頼んだってことになったら、どのくらいかかると思います相当な日数と工数をお願いしております。 あの、私もね、昔こういったようなことで、えー、結構ね、こういったような文章を作ったら、どれぐらいね、弁護士の方って取るのかな、みたいなこともね、いろいろ見積もりしようとも取ったことありますので、これは私の勝手な感覚ですけれども、今回ね、おかけになってもらった、その、工数の時間だとかね、えー、手間だとか、そういったようなことを考えるとですね、私は何十万じゃ済みませんね。これ間違いなくね、えー、普,通普通に他の全く違うね、 ニューヨークの弁護士事務所の弁護士の人に例えばアメリカ人に頼んだとしたらですねこれ100万単位です。間違いいありまません。そのぐらいの陳情書がでできました。えー、でもですねこのニューヨーク州の弁護士の方やっぱりこういうようなね正義感がお強いような方がいらっしゃるんですよ。えー、最初もね本当にねもう全然そんなお金などいりません無償でやらしてもうとにかくね、えー、お手伝いしたいんですよって。 私なんか泣けてきちゃいますよね。そんなようなことを聞くとね。いや、さすがにね、これだけの文章をね、お作りになってもらって、本当にね、私もね、気持ちばかしなんですけども、ということで、まあね、多少ね、えー、まあちょっとね、送らせてもらいますけども、でもね、これ本当にね、あの、100万単位ですよ。この陳情書。普通の他の弁護士事務所に、弁護士に頼んだらね。でもそれをね、 今ちょっと時間があるんで、時間もあって、ぜひね、何て言うの、手助けできればなっていうことで、もうどん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 ね、ご自身で、私がなんかこれ作ってくださいってなんか全然言う必要もなくて、どん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 ね、もうドラフトからなんか作ってもらってですね、本当にね、ありがたかったですよ。まあそういった話、またね、明日またさせてもらいますけどね、でも実際はそのぐらいのものが私はできていると。 いうふうふに自負ししておりますし私も以前のね、えーまあ、今セミリタイアしちゃったような人間だけど、リタイアする前はですね、こ,んこういったような、まあ、私はあくまでも、ね、会計理論だとか、そういったような文面だけど、やっぱりね、えー、分かりますよ。これだけの文章を作るのにね、どのぐらいの個数、時間がかかるのかって分かるからね、そこから考えればですね、えー、1時間あたりいくらってのでね、これ本当に他の弁護士事務所に頼んだらね、本当にね、100万単位ですよ、これ、はっきり言って。 なので、私はね、あえて言いたいけどね、今回のこのね、複雑回帰なね、スキームありますよね。私も何回となく、動画の中で説明させてもらってますけども、このチーム KK じゃありませんけど、それに携わっているようなね、それこそ他の弁護士の方とか、ある程度1人、2人ぐらいはね、この中にありますよ。以前私、動画なんかでも暴露してますけどね。今回お名前は言いませんけどね、はっきり言いますよ。そういったようなね、 人、それは弁護士の方だけじゃなくて、今回のこのね、スキームに関わってる人、要は単純な話ですね、アメリカの司法界を冒涜してるような、このね、アメリカのジャスティスというかですね、公平性をね、違えるような行為をしてるわけですよね。首,って首洗って待ってろっていうふうに私は言いたいと思いますね。まあでもね、結果はわかりませんけどね、おそらくは、 おそらくは何かしらの圧力がそれこそ C&F のキャラクターフィットネスの協会にもかかっているでしょうし ABA のオフィスにもかかっているんじゃないですかそういったようなこともね想像できるので結果がどうなるかはわかりませんでもですね今回出すようなねこのね陳情書がですね完全に無視されるようであれば私は言えますねすべての単眼書であろうがですね告発用であろうがね全て無視されます というふうに私は言えると思います。そのぐらい出来上がってるというふうに私自身は自負しておりますね。ということです。はい。えー、ということでね、えー、今日もね、なんかちょっと色々つらつらと話しちゃったけどね、<laughs> いずれにしてもね、そのね、えー、2種類のね、内容に関してはね、明日の動画で、まあ、おそらく2本になると思います。ちょっとね、今回の動画はもうね、20分ぐらいでしょ。もうちょっと限界になってきてるから、やっぱりね、あ 本当であればね、ライブで皆さんとお話でもしながらねあの、それこそこういった内容ですよみたいな話したいんだけど、ライブで一人でやるととてもじゃないけどね、持たない。で、えー、まあ動画の中でね、ご説明をさせていただいて、なおかつね、動画を分割して、一旦話しました。で、休んでもう一回撮るっていう形になると思いますけどね、ちょっとその辺だけはご了解いただければなっていう感じです。はい、えー、今回もね、ご視聴いただきましてありがとうございました。ぜひ皆さん、明日楽しみにしてくださいっていう感じです。ありがとうございました。 それじゃあね、バイバーイ。